皆さんこんにちは、つつみです。今回は普通電車で姫路まで向かっているわけです。次は終点姫路。まもなく終点姫路、さて姫路城の城下町であるこの姫路周辺、山陽電鉄新幹線の駅、そしてこの今乗っている JR 神戸線の駅があります。姫路駅周辺は結構栄えていましてね、百貨店こそあんまりないんですけども、いろいろな美味しいグルメのものがたくさんある街でも知られます。今案内あったように1番乗り場から発車します万丹線寺前行きというのに乗車しまして、今回のサムネイルタイトルにもある通り和田山まで乗り通してみようかなと思います。今回の万丹線はね、いろいろと面白い場所がたくさんありますので皆さんにご紹介できればなと思います。そして左側には岡山色の真っ黄色の電車が走っております。さて万丹線ホームへやってきました。右側に見えるこの紅色のワインレッドという名前の色らしいんですが、幕回しをしていますね。ワンマン姫路、あ、快速もあるんだ。まあ快速は昔あったそうですが、2021年のダイヤ改正でなくなったそうです。そして今回は2両編成の103系というのに乗っていくんですけど、ワンマン寺前というふうに表示されております。ということで今回乗車するのはこちら103系3500番台寺前行きです。赤色の色が特徴の103系電車。さて先ほど自分から案内があったように、こうやって乗車していくわけですけども、103系3500番台がまだ走ってるんですね。でこういう開けてみると、ここで開けるんですね。押して開けて、でここで閉めることができます。今回は左がちらっと見えたように友人をお連れしております。もちろん非鉄ですが、最近鉄道座にしたやつです。扉の閉まり方がいいですよね。ご乗車ありがとうございます。8時19分発寺前行きワンマンカーです。このように姫路からずっと走りまして和田山まで向かいます。そして途中の寺前までこの電車は行くことになります。さて姫路駅を出発。この103系に乗ってること自体がね、もう夢のような話なんですけども、現在103系は奈良線ではもう、引退しまして、和田岬線という兵庫県の路線、そして加古川線兵庫県なんですね。そして現在乗っている万丹線も兵庫県です。そして九州の方にも走ってるか走ってないかって聞いたことがあるんですけども、すごいですよね。次は京口ということですが、今一番原型とどめているのがこの103系3500番台万丹線で走っているものになります。そして進行方向右側、このように万丹線と JR 神戸線が分かれまして、しばらく降下が続くんですよね。万丹線は全線単線、そして電化されているのは寺前まで、そこから和田山という場所までは非電化ということで、2つの味を楽しめるグルメなんですね。まあ実際に食べはしないですけども、さて京口を出発します。扉が閉まりまして、先ほどの言を聞いていただいたら分かるんですけども、当時大阪環状線、また山手線、京浜東北線なんかで走っていたような車両が今ここで走っているということなんですね。しかも当時日本の中で一番製造された通勤型車両とも言われておりまして、103系電車はこの103系電車が今でさえ残っているということがキングオブ103系なんですけども、何を言ってるのかわからないですね。はい、ということで京口を出発しまして、しばらく高架区間を走ります。まだここは兵庫県姫路市、基本的に全線単線なんですが、途中の青倉という駅以外は全て駅、列車の交換が可能ということで、上下線向かい側からやってきた列車と交換が可能な駅になっております。京口を出発しまして、野里、戸堀、二部の、航路、溝口、福崎、天路、鶴居、二の、寺前というふうに泊まっていきます。野里駅に到着です。こちら向かい側の反対方面、姫路方面に向かう電車が、泊まっておりました。あちらも103系です。今では見ることがほぼほぼできないような車両なんですけども、この万丹線ではかなり活躍しております。
一番最後まで生き残るのではないかと言われているようなこの103系なんですけども、このまま寺前まで行こうと思います。さあ見てみるとまだ高架なんですよね。この高架区間というのは野里駅のあたりまで高架が続いておりまして、この今いる野里駅をしばらく出ますと高架から地上を走ることになります。日本国有鉄道って書いてあるんですね。今で言えば JR 西日本は西日本旅客鉄道株式会社という名前なんですけども、国鉄時代の車両ですから動いてます。さて向かい側からやってきた列車も103系電車です。この万丹線で走っている車両はですね、骨董品なんですよ全部。こちら103系3500万台、置き換えなどもね予定がされていないので、ダイソーで走ることなどはあるらしいんですが、すごいですよね。さて出発していきます。この万丹線は兵庫県姫路市、先ほど出発した姫路駅から兵庫県朝が来ると書いて朝来市和田山駅までを結んでおりまして、和田山駅は山陰本線、そして姫路駅は山陽本線がつながっているということで、山陽と山陰をつなぐ路線ということでですね、陰陽連絡路線というふうに呼ばれております。あと90キロも出てるのかな。さて骨董品が爆走しましたが、まもなく高炉駅に到着です。高炉駅では列車の行き違いがあるそうです。さて高炉駅、次溝口と書いてありますね。さて出発していきます。次は溝口駅です。次は溝口です。すべてのドアが開きます。さてこのようにストレートになってきたので、あーまた出すんだな速度っていう感じなんですけど、ほわーもうこれは本当にガタ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 立っているのが辛いぐらい、そんなような揺れになっております。これ震度6ぐらい出てるんじゃないかな、そんな感じですよ本当に。今到着したのが溝口駅でございます。向かい側から列車がやってきました。あれは寺前方面からやってきた姫路行きの電車です。これ朝の時間帯なんで少々こう列車の本数が多いんですよね。日中はもう少し列車の本数が少なくなります。当時1972年にですね、蒸気機関車がこの万丹線から廃止される頃にはですね、鉄道ファンがいっぱい詰めかけたそうですよ。さて信号が青になりまして出発していきます。この真っ赤っかな色を醸し出しているこの万丹線なんですけど、ラインカラーは赤色、そして103系もこの赤色、ワインレッドという色なんですが、路線記号は J となっております。どこから J が来たのか。直線区間を本当にめちゃくちゃ走りまくる長距離選手でもあり短距離選手でもあるという、現在78キロ。もうこの通勤型電車とはいえ、この103系が80キロ以上出すなんて考えたらえげつないことですよ。でもまだこれからどんどん速度を出していくのでご覧あれという感じです。さてここ福崎駅に到着します。ここから姫路市を抜けまして兵庫県福崎町というそういう地名に入ります。この福崎までは伊国が対応してたのかな、近くは寺前まで伊国が対応しているんですが、現在では2021年から和田山まで対応するということになりまして、朝来市の和田山駅まで対応することが決まりまして、2021年から伊国大回りとも呼ばれるような新しい乗車制度というのが確立されていったわけで、右側に見えるこの川が市川という川です。瀬戸内海に注ぎます。後でこの市川も面白いところがあるのでご紹介しましょう。さて
で、甘い虹と書いて甘地駅、すぐに出発です。甘地からは兵庫県市川町というところに入ります。さて、直線ストレートになりました。この甘地を出て鶴井新野までのこの直線というのが103系一番速度を出す場所でございまして、実際に測ってはいないですが、時速100キロぐらいまでは出てたと思います。万端線はつい最近まで非電化だったんですけども、最近電化されまして、現在も寺前と和田山の間、これから先乗る区間は機動車が走っています。寺前まではこの電車、上に架線がありまして電気を供給するような形で走らすような電車というのが走っております。全部で18駅ありまして、路線距離は 65.7km、 1894年7月26日に開業したこの万丹線、当時は SL などが客車を引いていましたが、1906年4月1日全線開通、その後1972年ですね、蒸気機関車が撤廃されたという話です。全線単線のローカル線ですが、最高速度は110キロと189系、浜風なども通る高規格路線です。姫路から福崎、寺前から和田山の間は制限速度 95km/h、 そして今走っている福崎から寺前の間は制限速度 110km/h ということになっております。そして到着するのは新野です。次は寺前です。ということで、先ほども案内があったように、もう間もなく寺前駅に到着します。寺前に到着です。次は着きました同じホーム向かい側1番乗り場から9時45分の発車です。さて、放送があったように寺前からその先発車、列車行きます、電車は隣から発車しますということで、向こう側ではこれなんか解決作業でもしてんのかな。さて、こちらが機動車キハ41系ですね。すごいな。これからこれに乗っていきます。ということで、寺前までやってきました。この電車で姫路から寺前まで折り返し姫路行きになるそうです。3500万台ここまでお疲れ様でした。ということで、ここからはこれに乗車して和田山まで行きます。これも万丹線の中でも機動車の区間を走る電車、列車ですね。さて、ではこの列車に乗車していきましょう。食パン顔ですね。和田山駅です。これも乗れるんかな。発車の30分前ぐらいに着きましたが、ローカル線で30分前に着くのは全然当たり前。この開けるボタンを押して扉が開きまして、すごい段差を乗り越えていきます。友人もすごい興奮しておりますが、扉を閉めておきましょう。これが投稿される頃は冬だと思うんですけども、実際撮影したのは7月10日ということで、こちら国鉄の車内。この列車は和田山行きワンマンカーです。電子券、リコカなど IC カードは分かりやすく運転手にお見せください。リコカなど IC カードは
一部の駅でのみご利用いただけます。発車までしばらくお待ちください。さて、国鉄車両ということで昔の車両ですから、車内のモケットがふかふかというのが本当に素晴らしいことです。福とか福知山の略でしょうね。扇風機も動いてるぞ。もう昭和時代ですよ、ここにいるの。まだ15分あります。あ、これで撮影日バレたわ。7月10日っていうのが。さて、ワインレッドのこの赤色の列車、姫路に向けて折り返していきました。先ほど乗った列車ですね。右側にもこう回送じゃないけど留置されている列車がありますね。やっぱワンタン線といえば赤色ですから、この赤色の富士リンゴというのを買ってきました。これいろんな種類があるんですね。さて、機動車エンジンをぐる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 と言わせまして出発です。右手に103系3500番台と、これキハ40系 ?41 系っていうのかな、を横目に出発していきました。さて、寺前駅を出てからしばらく、まだ30キロにも満たないぐらいの速度。本当に機動車は加速が弱いなという感じです。寺前を出ますと長谷、生野、新井、青倉、武田、そして和田山の順に止まります。和田山駅ワンマンカー1両単行で出発していきます。ここからは兵庫県朝来市に入ります。上の方を見ると霧というか雲かな、もう雲が今にも手に届きそうなというような距離です。子供の夢を潰してしまってちょっとひどいですが、雲はつかめません。さて、寺前を出て最初の停車駅、線路が2つになりまして、到着するのは長谷駅です。長い谷と書いて長谷駅。奈良県に長谷寺なんていう駅もありましたよね。それと同じ感じです。さて、右側に見えている川はですね、こちら市川という川で瀬戸内海に注いでおりますが、この先この市川がですね、名前を変えて、そして反対方面にこの川行き出すので、流れ出すので、これが面白いところなんですけども、丸山川という川と市川という川に沿って万端線を走っていますが、しばらくすると日本海側に注ぐ丸山川というのに名前が変わるんですよね。川を2つに分水ということで、日本海側と瀬戸内海側に分けるものがあるんですね。まもなく生野という発音が正しいのか、生野という発音が正しいのか分かりませんが、少し栄えている場所ですよね、生野駅。小学校、中学校なんかもありました。さて、この生野というのは、生野峠というのがありまして、ここからですね、すごい坂を下ることになります。反対方面ですと、坂を登るということで、登りと下りでですね、使用時間が2倍違うとも呼ばれるこの生野峠ですが、昔は SL が3両つないで走っていたこともあるそうです。生野駅に到着。生野駅の標高は305メートル。そこから次の青倉駅までは、標高約155メートル下がりまして、標高150メートル。すごい坂を駆け下りることです。さて、この行くのをしばらく過ぎまして、川が見えてきました。すごいですね、このアーチ橋、大きなアーチ橋です。行くの駅を過ぎると、川の向きが変わります。まもなく、新井駅です。2面2線のまた、折り返し可能駅なんですけども、こちら標高 150m となりまして、 150m の高さを降りてきたというわけなんですね。鉄道としてはすごいことです。この間に
生野トンネルというのもありましたが、利用してみんなで守ろう万端線。このせっかくの機動車も見れなくなる気が来るのかもしれませんね。昔スタンプラリーかなんかで、この銀の馬車道というのでしょうかね、こうスタンプラリーかなんかのキャンペーンで来たことがあります。日本海と瀬戸内海を結ぶ万端線複線化促進。はあ、そしてもう間もなく到着する駅、武田駅です。天空の城としても有名な武田城跡のある駅。いろんなところに武田城跡、武田城跡と書いてありまして、特急電車も止まるほどです。ですからホームの長さが大変長いですね。特急浜風キハ189系、5両編成でも止まれる長さだと思います。次は終点の和田山駅に到着するそうです。そして右側に見えているこの丸山川という川なんですけども、進行方向と同じ方向に行くということで日本海に注ぐんですね。先ほども言いましたが、生野駅で分水嶺というものがありまして、そこで川の向きが変わるわけです。川だけにすごいですよね。ということで、もうあっという間に和田山駅に到着してしまいます。和田山駅では山陰本線との乗り換えが可能です。この万端線というのはですね、阪神淡路大震災の時に大変迂回路として活躍したということで、地図急行なんかで走ったホット7000系もこの線路を走りまして、寝台特急暁花号もここを走りました。すごいですよね。また当時車両が足りなくて、 JR 東日本の秋田総合車両センターの場所からですね、キハ58系が6両編成応援に来たほどです。現在は103系3500万台、そしてダイソーなどで221系と223系、そして現在走っているキハ40系41系、そして浜風として走るキハ189系が走っております。この路線には和田山に到着しました。もう紫色の赤色の路線とはお別れというふうになります。こちらもキハ41系。この和田山からは山陰本線という線路になりまして、中国地方の山より北側を走ることになります。和田山に到着しました。寺前駅、寺前駅と書かれております。キハ41。さて11時12分発の寺前行きに先ほどまで乗ってきた電車は変わるそうです。列車ですね、すいません。最近気動車のことを列車というのを忘れて電車と言ってしまうことが多いんですよね。そこは本当に申し訳ないです。食パン顔が2つにしてもうるさいです。福知山行きが来るそうですよ。10時51分発です。こちらが10時51分の発の福知山駅です。こちらも2両編成ですが223系で運転されております。ということで今回もご視聴ありがとうございました。福知山行きですね、これにはちょっと後で乗ろうと思います。お、またまた骨董品が来たぞ。あれも国鉄時代の車両です。113とか115とかそういう名前だった気がします。ということで本日はご視聴ありがとうございました。今回はですね、ローカル線の万端線に乗ってきたというお話でした。川の向きが変わるのは面白いですよね。ではまた、さようなら。